はい、あのね、隣のブースでね、こんなボールもあったんですよ。自主練で使えるボール。どこでしたっけ？南アフリカ。南アフリカ発祥のボールで、こうやってね、形がだいぶね、変わってるのが特徴です。ちょっとね、投げるところもあるんで、ちょっと一回投げてみたいかなと思います。シャドーボールって言って、ここに当てて帰ってくるみたいなんですよね。この面がフラットなんで帰ってくる。お、帰ってきますね、確かに。面白いですこれ。でも思って受けば投げるとこ難しいっすね。そうそう、思ったより正確に出せばちゃんとです。帰ってこない。確かに。基本通りで。基本通りでないと。こう投げないと。そうそう。めちゃくちゃ面白いですねこれ。これで、あの大人用で4000円ですね。メディシンボールで5000円。で子供用は3000円なんで、普通のラグビーボールに比べたらね、あの別に普通の。あの高いやつはね8000回するんで、練習用と思ったら全然これで価格もちょうどいいんで、こうやってネットショップでできます、買えます、ご購入、はい、ネットショップでご購入いただけるみたいなんで、ぜひねちょっと皆さんラグビー部やったらちょっとね自主練で、特にスクラムハーフとかね、スタンドオフとか自分で練習するしかないって時にね、こういうボールあったらすごくいいかなと思うんで、ぜひちょっと、お、ありがとうございます。こんな感じですね。はい、こんな感じで、ちょっと待ってね、一番下、ああ、ありますね、ここですね。すいません、ありがとうございます。はい、URL もシャドーボールで多分検索したら多分出るかなと思います。ぜひね皆さんもちょっとこういうのを試してみてください。それでは今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。